します。すごい、リバーブがかかってるんですけど、まあ、ちょっと年寄りなもんですから、さっきのパルスイードさんみたいな上手い人の後に弾きたくないなというのもあるんですけど、で今日は、私もあのパルスイードさんのように、インストだけやってましてですね、今日はあのそれも普段はあのエフェクターとか使うんですけど、今日はもう本当生音でちょっとこのギターをちょっと鳴らしたいなと思ってですね、2曲用意しました。まあ、ちょっとあのダークな曲と、もう一つはブライトなホーリーな曲ということで、まず最初あの、十数年前かな、あのオーストラリアのキーラン・マーフィーっていうギタリストの曲で、ブートレグ・エスカピードという、まあ、ちょっと変な名前なんですけど、その名前が気に入ってですね、今日はそれを弾きます。それでは聴いてください。Thank you.
がかじかんじゃってるような感じちょっと寒かったかもしれないですね。で、今のがブートレグエスカピードという曲で、次はあのバッヘルベルのカノンという誰でも知ってる曲を押尾幸太郎さんがアレンジしたのを弾きます。でなんでこの2つの曲かというと、基本的にあのチューニングがダブル D ドロップという、まあ、よくありがちなチューニングなもんですから、カポトストをするとちょっとあのチューニングが若干狂うんですよね。それではあの次はホーリーな曲で、バッヘルベルのカノンを聴いてください。Thank you.